共に生きていきましょう。何か困ったことがあったら助けてって言ってほしい。助けてって言ってください。僕たちは皆さんを絶対に見捨てない。支援活動して1年が過ぎたとき、お花火大会がありました。そこでカラオケで陽気に歌う明るい男性がいました。彼とその後話していたとき、携帯の待ち受け画面を僕に見せてくれました。そこには可愛い女の子が笑顔で映ってました。彼はその画面を見せながらこう言ったんです。可愛いでしょ、俺の娘なんだ、6歳なんだ。でも流されちゃったんだ。嫁も両親も家もみんな流されちゃったって言ったんです。僕は悲しくて涙が溢れました。彼はどれだけの苦しみを背負って生きてるんだろうって、家族も家も思い出の町も思い出の品も全部流されてしまったんですよ。じゃあ僕たちは家に帰ったらお帰りって待っている家族がいませんか。電話をかければ、もしもし元気にしてんのって言ってくれる大切な人がいませんか。そんな当たり前の日常が奇跡でありがたいってことを忘れてないですか。僕たちが生きていることは奇跡なんです。毎日毎日が奇跡の連続なんです。今回の震災を教えてくれたのは、当たり前の一日がどれだけありがたいか、そして家族や仲間のありがたさでした。僕はこれからも一生心の支援を続けていきます。人生にはいろいろなことが起こります。でも絶対に諦めないでほしい。絶対に絶対に諦めないで。必ず悲しみの雨はやみ、晴れる日がやってくるから。重くなってしまいましたが、ここで皆さんと一緒に歌を歌いたいと思います。メンバーカモン。